経営的なオルグリーンの店舗オルグリーンカンパニーは、オルグリーンの名称で営業している、アメリカ合衆国の薬局チェーンである。メールオーダーサービス、薬剤給付管理事業、そして、スペシャルティー薬局の運営を手掛ける。2014年12月31日以降、持ち株会社オルグリーンブーツアライアンスの子会社の位置づけにある。オルグリーンはアメリカを代表する。 薬局チェーンの一つで、全米50州とワシントン d c プエルトリコ、グアム、ベイリバージン諸島で8173店舗を展開している。また、職場健康センター、在宅医療施設、スペシャルティ薬局、そしてメールオーダーサービスも運営。子会社のテイクケアヘルスシステムは、220の診療所をウォルグリーン店内で営業している。 ウォルグリーンは CVS、ファーマシーと並び、アメリカ最大の薬局チェーンの一つである。同社によると、1日あたり500万人の顧客を持ち、2007年会計年度には5億8300万の処方箋を調合し、2010年までに7000点まで拡大する見込みである。ウォルグリーンは1901年に、 イリノイ州シカゴで設立され、以来全米に展開している。本社は、イリノイ州、ディアフィールド。典型的なウォルグリーンの店舗は、1万1000平方フィートの売り場面積を含めて1万4500平方フィートである。2万5000アイテムを販売し、通常1店舗あたり、約25人から30人のスタッフを用している。年間売り上げは1店舗あたり、 平均850万ベイドル。ほとんどの店舗には、薬局、現像所、化粧品カウンター、そして、一般商品エリアがある。ウォルグリーンアライアンスブーツ、コンプリートステップに、オブマージャーツーフォームファーストグローバルファルマシア、レッド、ヘルスウェルビーイングエンタープライズ。ウォルグリーンブーツアライアンス。2018年6月26日閲覧。 ストアカウントバイステート、ウォルグリーンは CVS、ファーマシーと、ほぼ同数の店舗を持つ。CVS ケアマークは6245点、ウォルグリーンは6252点ウォルグリーン、CO、コンペティーターズヤフーファイナンス、2008年3月6日、フリークエントリーアスクドクエスチョンズウォルグリーン。2008年3月22日、シリコンバレーの、詐欺と、 破壊の一戦。あるスタートアップの栄光と没落から考える。ビジネスインサイバージャパン。2018年9月23日閲覧。ありがとうございます。